はい、皆さんホイップミルキーです。今日のジャンク品はこちら、レノボのねタブレットですね。これ以前ショート動画で上げてるんですけども、水没品として買ってきたんですけども、動いちゃったっていう代物なんです。だけども使ってるうちにね、これ電源入らなくなっちゃいました。電源ボタンを押してもね、もう入んない状態なんですね。なので今日はこれを直していく、そういう動画にしようかと思います。はい、ではバラしていくんですけども、おそらくこの上蓋を分解していけばバラせるんじゃないかと思います。ドライヤーで温めていきます。アルコールを入れときます。ピック入った、ピック入りましたね。じゃあこれで徐々に温めて開いていくって感じですね。はい、取れました。両面テープでねくっついてますね。あれでもこれ取っても分解できなくね、こんなはずでは。できないもんね。こっちを開かないとダメなのか。ここの樹脂とアルミの間、ここを突っ込んでいくんでしょうね。ね、行くね。気をつけて、配線とかあるだろうから気をつけていきたいね。あ、はい、オープン。こっちでいいのかな。ここに配線がつながってますね。はい、液晶とデジタイザーは取れましたね。何がダメで起動しないかがちょっと不思議なんですけども、水濡れ、とりあえずバラしてみましょうか。でバッテリーがこれですね。これなのでバッテリーはまず外しておきます。ここがおかしいんだろうな。水が入るとしたらこういうところ、それかこのマイクロUSB タイプ C ちょっと取ってみましょうか。ここは何ともなさそうだけどもね。このスイッチとかには問題ないと思うんだよね。もう全バラですね。はい、取れましたね。なんだ、あ、これはカメラか。はい、撮れましたね。なんか水に濡れた感じはしないんですよね。どこにも水濡れの影響がなさそう。カットスピーカーなんだね。でもこれじゃあ浸水しようがないしね。大丈夫そうだね。わからん。わからんな。
不思議だな、本当に水に濡れた形跡がないな。水没してるはずなんだけども、基盤というかこういうのをちょっと外しながらどれがショートしてたりするのかを切り分けていくっていうのもありかもしれないですね。ちょっと元に戻します。一つ一つね、どこが悪いか見ていくっていうのをちょっとやりたいので元に戻していきます。ちょっと USB Type-C 繋いでみます。ちゃんと繋げてるよね、いけるかな、反応なしだ、ね、ちょっと放置してみようか。ちょっとこのスイッチ噛み込んでたんで、スイッチの噛み込み直したらですね、充電のこの点滅出ましたね。これでもし電源入れたらこれ立ち上がるんじゃね。ちょっと難しいかな、うん、もしかしたらちょっと充電がね足りないのかもしれないですね。ちょっと放置してみたいと思います。はい、1時間ぐらいねちょっと放置して充電してみたんですけども、ランプつきましたね。うん、なのでちょっと電源入れてみます。 27% やった、はい動きました、うん、治りましたね。これ原因何だったのかっていうところなんですけども、多分水没はあんまり関係なくて、接触不良、あの分解していろいろ付け直したじゃないですか、付け直したところで接触が復活して改善したのか、もしくはバッテリーですね、中に帯電しちゃってエラーを起こしてたんじゃないかなと。今回バッテリー外して通電をシャットアウトしたので、そこで帯電してたのが放電して元に戻ったのかな、そんなところですかね。なので、まあ、今回分解してこう付け替えたのは、まあ、意味あったんじゃないかなって思います。うん、大丈夫だね。はい、じゃあこれ組み立てていこうかと思います。一回電源切りましょうね。このまま固定しちゃいます。これ爪で止まってるみたいなんでね、完全防水ではないんですね、防滴ぐらいのそんなイメージ。でここですね、やっちまったところですね。背面剥がす必要なかったんだけども、剥がしちゃったやつですね。まあ、ちょっと両面テープをね綺麗に取っておきましょう。こっちもですねちょっと綺麗にしちゃいます。テープはこれかな、普通のテープで、両面テープで貼っつけちゃおうかな。よし、はまった。OK。はい、完了ですね。じゃあもう一回電源入れてみましょうか。さあ、行くぞ。はい、大丈夫ですね。はい、バッテリー外してね、コネクターとかもちょっと付け直したら直ってしまったんですけど、まあ、修理完了ということでね。はい、ということで、まあ、原因はね、ちょっと特定できなかったんだけど、バッテリーを、外して、で、コネクタね、全部付け替えたら、付け直したら、治りましたっていうところですね。おそらく接触不良か、帯電してしまったので、バッテリーを外して放電させたら治ったっていうところなんじゃないかなっていうところですね。はい。このチャンネルはね、ジャンク修理、あと DIY、そんなのを中心にね、動画にしています。もし面白いよって思われたら、グッドボタン。
それとチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。それでは本日は以上。